ティーティースーパーマーケットはカナダのブリティッシュコロンビア州リッチモンドを拠点とする台湾系スーパーマーケットチェーン。アジア系スーパーマーケットとしてはカナダ国内で最大級の規模を誇る。トロントチェリー通り店バンクーバーチャイナタウン店1993年にバーナビーのメトロタウンで 1> 第1号店を開いたことを皮切りに、メトロバンクーバー各地へとチェーン展開されていった、スーパーマーケットである。現在では、バンクーバー近郊に13店舗、アルバータ州に6店舗、オンタリオ州では、トロントに8店舗、オタワに1店舗、ウォータールーに1店舗が存在する。また、バンクーバー郊外のリッチモンドのヤオハンセンター内に、ある、そして、 ウェストバンクーバーのパークロイヤルショッピングセンター内にある大阪スーパーマーケットの運営も T&T によるものである。社名は創立時のメンバーに由来しており、当初の運営元であった他は、スーパーマーケットの頭文字と出資者であるユニプレジデントエンタープライズ社の中国語名の頭文字をそれぞれ取ったものであった。2009年7月にロブロー社に買収され、 現在は同社の子会社として運営されている。中国語名も大花と統一を合わせて大東家としている。中華系らしく中国、台湾の食品、製品が豊富に取り揃えられているほか日本や韓国、その他東、アジア圏の商品も多数見られる。多くの店舗では店内にベーカリーが設けられておりパンやケーキなども 洋風、アジア風のものが各種用意されている。惣菜コーナーでは、チャーシューや天津などが販売されているほか、寿司やうなぎのかば焼きなども置かれている。一方で、中華系商店にありがちな衛生面のおろそかさを徹底排除するなど、現地人に対する中華系スーパーのイメージ払拭にも努めている。ありがとうございます。